理科室の人体模型、一体40万するってマジですか。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて今日は絶賛アニメで活躍。え、なんだよ急に、人体模型って。いやいや、今から説明するんじゃないですか。あ、すまなかった。今回は魔王軍の地上制圧出張所こと祈願城、この巨大な建造物についてのお話をしようと思います。それで、人体模型が何なんだ。だから祈願城の中身がどうなっているか、というお話をするってことですよ。なるほど。このでっかいでっかい祈願城さん、ある時は山に噴し、ある時は海中に潜伏し、ある時は海より進軍する。恐ろしい限りだな。祈願城の秘密の一部は物語の最後の方にわかるので、アニメから大の大冒険を楽しんでる方には、ネタバレになる部分があるので、その時になったら告知します。よろしくお願いしますだぜ。ということで早速本編、行ってみよう。祈願城。魔軍司令ハドラーを玉座に据え、六大軍団が集まった場所。バーン様は来たことないんだっけ？少なくとも作中で描かれている部分では。ですが祈願城のこの姿はバーン様が考案したものなので、出来上がりをチェックしに視察、とかはありそうです。わざわざ訪れそうな気もするし、悪魔の目玉で見れば十分、って言いそうな気もする。祈願城といえばなんといってもこの大きさ。145メートル。でかいけど思ったよりはでかくない、かもしれない。祈願城の様々な描写を見ると、この実際の大きさには戸惑うかもしれませんね。海底にいる姿を考えたらまあ当然だな。バルジ島での戦いより以前、移動する前は、ギルドメイン山脈の中心部に隠されていた祈願城ですが、先週に出した、大の大冒険の世界地図の動画で、リンガイアを青森、と紹介したわけですが、それを考えたらギルドメイン山脈は、オール山脈か、アルプスか、っていう位置にあるので、その中心部にあった祈願城が145メートル、というのは、大きいようで小さいようで、という感覚かもしれません。日本の地理なら2000メートル、3000メートルの山がそびえ立つ山地だもんな。ギルドメイン山脈に存在した祈願城の本体には、たくさんの岩石が付着していて、パプニカでの砲撃でそれらが落ち、初めて祈願城の全貌が明らかになりました。岩石か、山として存在してたならそういうのもつくんだろうな。いいえ。え？祈願城をどれだけの期間をかけて建造したのかはわかりませんが、祈願城が完成した時にはすでに魔王軍六大団長が存在しており、ハドラーが生み出して1年ほどしか経っていない、フレイザードもその場にいたことから祈願城は完成して1年と推測できます。意外に短いんだな。だから周囲についていたのはバーン様の魔力でつけたのか、それ以外の誰かがやったのかはわかりませんが、岩石の一部はあえてつけたカモフラージュなのでは、と考えています。これもバーン様の遊び心、なのかな。バルジ島での戦いでクロコダインヒュンケルが裏切り、祈願城は逃げるように自立して市の大地付近まで移動します。こんなバカでかいのが移動してよく見つからなかったな。この辺りの国家は大体滅んでますからね。そうだった。足跡を辿ったヒュンケルによって、市の大地付近にいることだけは確認されました。ここからまたパプニカ、か。結構大変な移動だな。こっちはどういうルートを通ったかは謎ですけどね。それでこの祈願城は何度も言っているように、魔王軍の地上制圧の前線基地で中は様々な部屋に分かれています。ハドラーの玉座があったな。では、この祈願城の内部をちょっとずつ見ていきましょう。おう。まずは魔軍司令ハドラーが座していた、玉座。後ろに邪悪の六芒星、ってやつがあるところだな。この玉座は祈願城の頭部に位置します。ここでバーン様との会話もしていたな。バーン様が軍団長に試練を与えたのもここでしたね。フレイザードがボーマのメダルを勝ち取ったやつだな。顔の部分は開閉式になっています。便利な自動ドア。最初は魔軍司令ハドラーが座するまでしたが、ミストバーン、その分身シャドウなども玉座にいました。パプニカに攻め込む時だな。玉座の真後ろの六芒星には、祈願城を起動させるために刺すバーンの鍵の鍵穴があります。キルバーンが鍵を持って初登場だったな。次に紹介するのは軍団長で会議を開いた部屋、レフトショルダーの間、です。これはそのまんま左肩の位置なんだろうな。その通り。会議をする時にはすでにクロコダインが負けていて、ヒュンケルは別行動だったから、ちゃんと使われてないんだろうな。それ以降の会議っぽいことは、玉座のハドラーの元で直接やり取りをしていましたからね。社長室に直談判に来る感じ、ハドラー君の心中も察するぜ。次にお見せするお部屋はこちら。なんかだんだん物件紹介みたいになってきたぞ。お、いいですね、最後に間取りも見てみましょうか。ちょっと見てみたいじゃねえか。ハドラーがアバン抹殺の指令を終えた後、バーン様より極大呪文、ベギラゴンを授けられた部屋、ハートの間、です。他の祈願城の姿を見る限り、この穴は塞がってるんだな。
ベンガーナの戦車隊の攻撃を受けた祈願城は、外部の岩石が剥がれただけに終わったので、ハドラーのベギラボンがいかに強力な呪文か、それも垣間見ることができます。ハドラーはハドラーでさすがだし、それと互角で渡り合えるマトリフ師匠も異常だ。ハドラー以外の人物がこの部屋を使った様子はありませんが、他に呪文を使う六団長、バラン、ザボエラ、フレイザード。使いそうな奴はいないな。ミストバーンがヒュンケルを指導していたのがここ、とかはギリありそうですかね。ハドラーはここでもバーン様と会話してたし、祈願城の中ならきっとどこでも話せるんだろうな。次にハートの間の近くにある、ラングの間の紹介です。レフトショルダーにハートにラングとか、結構素直なネーミングセンスだよな。うるさいですね。ここは鎧兵士に暗黒闘気を送り込み、無限の兵士を生み出す部屋となっています。彷徨う鎧を大量発生できる、すげえ場所だ。別に彷徨う鎧に限った話ではなくて、多分こんな感じの鎧でも動きますよ。そいつはもう別の動力で動いてるだろうが。この部屋は元は軍団長だったクロコダインすら、開かずの間という認識でした。生物が立ち寄っても意味ある部屋でもないしな。こうやって無限に生み出される鎧兵士たちは、エントランスとも言える中央の間を通り、扉から出て、祈願城の手のひらに乗り昇降しているようですね。海底で祈願城に向かってるこの鎧たちも、手を使って昇降してるんだろうな。居室の紹介は以上となりますが、これだけの巨大な物件、もちろんそれを動かす動力が必要ですね。バーンの鍵があれば動き出すんじゃないのか？バーンの鍵は本当に車の鍵だと思ってください。その鍵をオンにするとエンジンが動き出します。わかりやすくしようという気持ちはわかるけど、本当にただの民間知識みたいになってるぞ。祈願城の両肘、股の関節には、魔法動力球と呼ばれる玉があり、魔法力を物理的な動力に変換する装置があります。なるほど、鍵を刺すとこれが動き出す、本当に車みたいだな。この玉の魔力で周囲の岩石が吸着して手足となり、人型の移動要塞祈願城となっているようです。魔力でこの形になってるってことか、大魔王の巨大すぎる魔力の凄さだな。だから本来の胴体は、入り口となっている腹部より上で、それ以外の部分は移動時のみついてるようです。この画像を見るとよくわかるな、それ以外の部分は建造物ではなく岩石のままだ。ということで祈願城の内部をおさらいしましょう。おう。中央の間、これが玄関なのか部屋なのか微妙ですか、5Lプラス制御室4、って感じですかね。そうか、キッチンなんかあるとは思えないもんな。レフトショルダーの間がリビングだと思えば 4Lって感じかな。もういいよ。これに加えて、一体どこにあるのかはわかりませんが、台に破れたクロコダインが使っていた蘇生液、これが浴室ですね。全身浴すぎるだろうが。それでは続いて素敵なエクステリアを紹介しますよ。エクステリア？まずはビームの出る両目。そういうことな。巨大ロボとしてはビーム兵器は欠かせないですよね。ロボじゃないんだが。さらに胸と背中の至るところに大砲が隠されていて、その数なんと92門。人間の兵器も装備しているのはバーン様の思考なんだろうな。火薬なんてしけたり管理が面倒そうですけどね。でもそう考えたら武器庫とか、もっといろいろな部屋が内部には隠されていそうだな。本当ですね。バーン様やロンベルクとか、酒をたしなんだりしてるし、食料庫とかもありそうだ。心臓が3つあるバーン様が作らせた城なら、ハートの間が3つあっても不思議じゃありませんね。わかってないことがいっぱいだな。妄想はいろいろはかどりますが、以上、祈願城の解説でした。どうですか？最高の物件でしょう。素敵すぎる物件だな。移動式なので固定資産税もかからないし、移動にガソリンもいらない、最強の住居兼移動手段です。どうやって動かすんだよ。魔法使いなんだから必死に迷い込めてください。無理に決まってるだろ。ですが残念ですがこの物件、お貸しすることができません。いや、借りないしかはないが。祈願城が最後はどうなったのか、それとちょっと余計なことも話しますが、ここから先は動画が上がってる時点ではアニメで未放送部分、なんなら物語最終版でわかることまで含めて話すので、アニメから大の大冒険を楽しんでいる方、ここまでご視聴ありがとうございました。あ、ここからがネタバレなんだな。かなり、致命的なのも含むので、よろしくお願いします。だぜ。で、この祈願城の最後は完成した大の剣によって、全力の大祈願で真っ二つになってしまったわけですね。ああ、それで済めないって言いたいのか、いや済まないけど。そう、祈願城は大の剣で一刀両断された、これが最後なんですが、物語を最後まで読んでみるとこれがまたニヤリとできるんですよ。どこだよ。祈願王。祈願王は大魔王バーンの第三形態とも呼べる姿、バーンの力の源である祈願の力を解放したこの姿。
祈願城はバーンが本来なるはずのなかった、祈願王の姿を想像して建造されたものでした。なるはずのなかった、ってなんだ。あくまでバーン様本来の姿は人型で、この魔獣の姿は台に追い詰められなければならなかった姿です。バーン様なりの夢が詰まったのが祈願城、なわけだな。ですがこの祈願王は激戦の末、台の剣の一刀によって両断。くしくも祈願城と同じ最後を迎えることになりました。これがニヤリとできる場面、か。そういうことです。物語当初からハドラーラの拠点として登場した祈願城、終盤の幕開けとも言える大の最強の剣の一刀に敗れ、その活躍は見た目にたがわず、印象的なものだったと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の大の大冒険動画でお会いしましょう。また見てね。ここまでご視聴ありがとうございました。動画が面白かったという方は高評価、もっと見たいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもコメント、ツイッターフォローなどなどよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。